はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。剣心さんの戦国群雄でね、9回目になりますね。まあまあ、クレードももう高いんで、このままいけそうかな。じゃあ、行きましょうか。小細工せんと、そのままね、伊豆へ行っちゃいます。はい。で、貞光さんだけ、お留守番。これでいけるでしょう。どうしよう。ここは白か。じゃあ、剣心さん。精度高い。ああ、こっちもね。よし。いやー、次やな。よいしょ、いけるか。よいしょ、 OK、 いった。ねえ、大名にならんかったら、まあ政治欲高かったんだけどね。これはしょうがない。はい。で、飯抱えます。サトミツさんやね。ああ、米が安い。まあちょっとしばらく我慢だね。大岡さんに、よいしょ。まあ2か3ぐらいしか上がらんねやけどね。ああ、でも、まあまあ上がったな。4か5ぐらい上がってる。無本。ほう。あ、さぬき。誰が。ああ、ただいえさんが。あ、1.6 売り時ではあるけど、あんまり売る量がないな。まあでも、千里原は買えれん。
ああ、まあまあまあ、ロック上がってる。
あ、間違えた。二の二、治水野郎持ってたのに。まあ、ええか。はい、本国戻ってまいりました。駿河はあると思うんで、ここはちょっと万全の体制で行きたいなという部分があるんですよね。ということで、まあ、ちょっと兵士を削るためなんでね。
ましょうか。Thank you.
か訓練と武力低いと。はい、ということで、本国回ってまいりましたんでね、今回この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。